皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、はい、タイガといえば大会ではよく何使ってますか。まあ、マルチであればね、ロボガイフリートをめっちゃ使ってると思うんですよ。それをですね、今回ソロでも通用するのかやっていきます。ロボガイフリート固定、はい、キーフレームロボガで、サブイフリートで、ちゃんとですね、ロボガイフリート用のデッキ設定に変えてきましたので、イフリート優先枠になっております。で、これはちょっとまそうかな。悪い札じゃないんだけど、裏がサンドラの可能性があって、大型2本頼むよ。来たね。ただサンドラも可能性あるんで、ちょっとカンガルーが刺さるか分かんないんで、一体はもうここで使いましょうか。で、剣士1とコガルーで取って、コガルーはおそらく下行くと思うんで、上かな、まあ、分かんないけど、行った方に裏技剣士置きましょう。で、取り手を取りましょう。どっち来るかな、コガルー。予想は下上だね。はい、取った後の壁が、まあ、ビトガーだね。ビトガー、ロボガー。はい、裏技。で、下カンガルーかな。はい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 。で、イフリートを合わせていきましょう。はい、まあ、コスモ温存はできるでしょう。一生ね、これ切ってってカエルが飛べば美味しいが、飛ばないが、まあ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 、まあ、はい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 。そっち上行く予定は浮いてほしくはなかったんだけど、まあいいか、下降りてきてもらって、なんとかね。はい、ここもカエルを置いて、倒して、裏技剣士を置いて、進撃させましょうか。かなり嫌そうではありますね、相手。だいぶ、圧かかってて、奪えると。で、お相手にまだ、サンドラがね、いたら嫌なんで、これはロボガール使ってうまくやりましょう。サンドラ来たらサンドラぶち抜きましょう。ぶち抜きに行きましょう。さあ、ブラドを引き寄せて、ダイナマイト起爆させたいが、サンドラではないな。けど、まあ行きましょうか。はい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 。で、ラビットどうするかだな。スキル打たねえな、メタドラがある。はい、打てよ。ラビットを後にしたいな、できれば。ラビットできれば後にして、勝ちたい。ダメージ入ったね。じゃあここでこいつだけ抑えればいいかな。はい、というわけで点差勝利ですね。ガオ死んでねえ。え、待って、ガオ死なずにメタドラガルやられたの、マジマジか。ガオ強。というわけでありがとうございました。さあ、かなり怪しいキャラ、今キャラグラやってます。来ましたね。まあ、いつものことかね、出てくるたびに怪しいって言うけど、フォックスリーダーですね。裏がカエルかカメがまあ多いんですけど、違う可能性もあるんで、なんともいないところ。カメだったら、まあ、イフリートでやれるんで、カエルだった場合に対応できるキャラ引きたいですね。カエルを見れる迎撃が引きたいんだけど、いい札なんだけどな、カエル見れないんだよな。大型2本欲しい。カエルは見れるんだけど、ちょっとコングまでいらないな、キラービーだけでよかったんだよな。コングはね、強いんだけど、まあ、ちょっとね、札の相性的に良くないよね、と。カエルでガチャガチャ削られちゃう気もするけど、カエルが飛ばない間にすぐ飛ばなければロボガイフリートで一瞬で破壊できるんで、それを目指していきたいですね。はい、これ取れるのは熱いぞ。ここはさすがにくれないか。ここはくれなそうだね。まあ打つんだけどね。だとしても、お、めんどくさがってるな多分。あの大砲合戦めんどくせえから、いいや、あげるわって感じだと思う。で、なるほど。チビホア。ホックス、チビホア。さあ、ダイナマイトの爆発で倒しきれたのでかい。鳥でも、カメだね。はい、カメでした。はい、ロボガノン、キャノン、ドン。ただ、カメはやれてないんだよね、現状ね。
でこれはね本当は新品にしたいと思うと思うんだけどできません。我慢です。これは我慢しなきゃいけません。はい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 、ここは我慢、我慢しなきゃいけない。はい、イフリットもう一体行って押さえて処理は完了。ただ処理はしたんだけどもうね亀を俺抑えらんないんで、そこどうしようかなって感じではある。おー強いな亀マジで。時間的に負けないんでブラドラ行きましょう。大型クリオね、麻痺も入った。メテオで亀破壊してほしいな。うわまだホックス、まあライン下げましょうか、まあ、大丈夫だと思うんだけど一応抑えるか。本当はねあんま良くないんだけどね奥の。はい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 、まあ、あとはここ剣士で抑えて、そのうち治病は多分スキル積んで打ったら、まあ、放置しとけば大丈夫。そこも上げましょう。無理なんでもう俺対応できない。あれあとは砦守って、まあ判定ですね。ん？ダメージ入ってるわ。なんかダメージ入ってました。判定負けだなーと思ったらダメージ入ってる。ありがとうございました。おいしい。おいしい。さあ行きましょう。お相手がガオーリーダーですね。ガオーは、まあトレント引きたいね。リーダーだと本当にフィジカルもアップしててかなり強いんで、普通に戦おうとしてもおそらく勝てないんですよ。殴り合いですら勝てなくなっちゃうんで、トレントみたいな完全なるアンチキャラで対応したい。トレントはありなんだけど、ちょっとね、砦を削るのも大変だし、足もなかったんで回しちゃいましたが、回すべきじゃなかったかな、どうかな。怪しいラインだったな。あぶっちゃけロボがイフリートでやれると思ってるんで、次これ、ラストシャッフル。あまあそう。うん。あまあ、うん、うん。まあ足プラストレントってのは素晴らしいんだけど、壁がないんで、まあロボが軸っすね。ロボガに頑張ってもらいましょう。この固定のソロでもね、強いところっていうのが、一個。ロボガが苦手なワイダーを破壊できるところ。これほんとでかいです。あとは、ユースケを一回倒して、ユースケ下がるじゃないですか。その下がった後に、イフリートのダイナマイトとロボガールの火力で一気に押し潰せる可能性があるっていうのがすごいでかいですね。さあ、イフで行きましょう。ダイナマイトで破壊して、またダイナマイト巻くんで、このダイナマイトで、ドラライを破壊する。破壊はできた。で、それも破壊した。で、後ろにいますね、厄介なキャラが。それは多分倒せるんで、まあ一旦そのままにしといて。で、銀さんもいるんですけど、これ銀さん使っちゃおうか。どうせクレフラいるんで、ここで銀さん使って、ここで銀さん使って、ここでドラライも破壊してもらって、スパンでこれドラライ終わりですね。ラストイフリートなんでもう1体 F いきましょうか。もう後ろ前のクレフラーもしょうがない、ゆっくり見よう。さあ銀さん頼む、なんとかしてくれよと。ゾーン、いいダメージは入ってるが強いんだよねブラドね。はい、削ってくれてはいるんだけどね。そろそろ前かな。1分25、ラストブラド。はい、まあ、特に問題なく処理はできるでしょう。オッケーオッケー。砦がまだワンパンだね。これでワンパン。はい、召喚して、これで相手ね、俺がなんだっけ、これトレント拾うで分かったじゃないですか。倒して牙がめり込むようにね、切ることによってトレントを置けると。はいはい、倒しに行く。これまためり込みで切りましょう。ロボガがスキルって打たれなければ相手にスキルを倒せるが、この牙出して突撃しめたらめり込みよ。トレントも行ってるんで、まあ、おそらくかなり苦しいはず相手も。僕から取れるでしょ。 OKOK したらケルベ、ケルベ銀さん、ケルベ噛みつけば剥がせるが、噛みつけ届いてないね。ロック入ってもおかしくないけどな。守れんのかそれ。いやーマジか、守りきるんだね。クレフラ優秀。ちゃんとクレフラ噛みつかれないように剣士しっかりケルベロスの前に置いたの、相手偉いな。
ありがとうございました。はい、それではね、続きましょう。お相手がブラド。まあかなり面倒くさいキャラではありますが、結局そのユフギートがね、ダイナマイト巻いたとこで接近して接近して接近して、ブラドで時間使われてダイナマイト無効化されてっていうのが繰り返されちゃうんで、まあ、ぶっちゃけ相性良くないんだよな。ブラド倒せるキャラも欲しいけど、一番欲しいのは足キャラだね。取りで取れないと間に合わないと思う。ロボガプラスミノガってあんま好きじゃないんだよな最近は。ブラドやれない、札的に。チビホアがどこまで頑張れるか。キバか。え、ワンチャンこれブラドキバだよね。やだな。1、2、4回投げてくれれば。あー、取れないわ。辛いね。まあ、ロボ側行きましょう。で、イフも行って。あ、ミスった。もう、なんか、ずれた。ちょ、許してほしい。俺今帰ってきたばっかなんだよね。寒い。はい。まあ、チビホアを置くんだけど、上も裏技剣士を置いて、なるべくコース使わないように貯めとこう。っていうのも、飛ばないで。あー、飛ぶか。まあ、しょうがないけど。銃剣士も行ってる。砦削りに行ってくれてるけど、多分ブラド切られるよね。ワンパンにはさせてくれないね。さすがに。ちょっと銃剣士邪魔だな。騎馬兵がね、まだ残ってんすよね。それがとてもめんどくさいな。ここは破壊できるじゃん。あ、そこで騎馬使ってくれるのありがてえ。だって俺も対応できるぞ。そこで使ってくれる分には。はい。これ血圧になってるんで、これで血圧してもらって、対応。上は剣士いないから大丈夫。コストはある。それか。まああんま良くないんだけど、行こうか。倒されるじゃん。で、問題はこいつなんだよ。こいつ倒せないんだよね。硬すぎて、アンチだしね。あ、倒した。あるか？どうだ？あ、ビートルか、ビートルか。コストはあるんだけどな。多分これノックバックしないと思うんで。負けはしないけど、待って、平石危な。平石危な。今、目離したら負けてたわ。平石で剣士止めた。危ねえ、危ねえ。というわけで、ドローですね。いや、マジでブラド強い。本当に強い。えぐい。ブラド相手ってマジで、なんか手札刺さないと勝てないんだよな。ブラド以外に、ブラド以外に対してのね。はい、それではね、行きましょう。まあ、ロボガイフ自体はすごい強いっす。はい、間違いない。これがラストかな。最後も勝って終わりたいね。マジでね、ブラドに対しての正解がね、お、これいいぞ、ゾンビだ相手。イフリートいるんで俺。しかもなんならアヌビスって、ゾンビの増殖食らないんだよな。アヌビスイフリートでいけんじゃないかな、ゾンビは。まあ、あんまり増えすぎると怖いけど、大型もね、ロボが固定してる時に支援大型、あまり引きたくないんだよな。さっきのミノガールとか。なんか、運が悪いと同じキャラで2枚抜きされちゃう。例えば、サタンとか、大天狗とか、それがマジで怖い。支援の、支援固定は。おー、なるほど。早いね。まあ、フォアが行くか。これ多分剣士飛ぶと思うんだけどな。うん。ロボがイフは行こう。もうかなりぶっぱ気味ではあるけど。ブルガの渦潮を決めたいよ。できるよね。OK、一発打てば、とりあえずなんとかなる。で、いつの間にかあれ死んでるから、それ着火して倒せるじゃん。OK、OK。で、これもカマキリ置いて、
マキリがスキル打ってくれば倒せるんだけど打たないね。ここもイフいっちゃおうか。前線でイフで抑えて、でビトカがちょっと辛いんだけど東満で多分やれると思うんだよな。あー、そこは無理。こいつはきつい、こいつはきつい、こいつはきつい。どっち飛ぶこれ。あ、手前か。 OKOKOK、 手前ならいいよ。お、飛ばない。ほんと OKOKOK、 そいつ倒せるのはマジでかい。またコロナ打った。本当はあんまり行きたくない。そう、これ行っちゃうとビトカを倒せるけどいらなくなっちゃう。まあ、あのカマキ止めんのもこっちのトーマ止めんの多分きついはずだから、これ前行こうかな。俺前行って、もうビトガこれで終わりじゃん。前行って後ろのビトガを後回しにしよう。てかもうこれ見なくていいんだよ後ろのビトガ。うん、弾いて取る前だね。そう、今ブルガで2枚抜きされたじゃん。これが嫌なんだよね。だから本当は支援大型にいびきをしたくないんだけど、アナビス通園だ。ありがとうございました。だからロゴが固定するとき俺新大型枠外にしてもいいと思うんだよな。いや多分いくつか許せなくなるんだよな。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ロボガイフリタでございました。ソロでも強いっすね、普通に。まあ強いんですけど、しかもあのフォックスカメのカメをやれるとか、ワイラをやれるとか、そこら辺はめちゃめちゃでかくて、まあロボガのね苦手なキャラっていうのを処理できるのはすごい偉いんですが、まあどうしてもやっぱね、動き出しが遅いイフリタの。やっぱそのダイナマイト巻いて着火させてってしないといけないから、場合によってはイフリート巻いてる間にトルデに来るキャラに対して壁を置かなくならなくて、さらにコストを使うっていうシーンもまああるんですよね。なのでロボがイフリートやるときってやっぱマルチもそうなんだけど、ごめんなさい、システムの方が強いんですよ。もう常に攻め続けるみたいな感じの方が強いんで、そうだからこそソロよりもマルチ派ではある。ただソロでもちゃんとそのシステムが狂わずにまっすぐね進めばかなり使いやすくてかなり強いなって感じです。はい、まあ、あとは相手のご両親に対してどう対応できるかとか、ロボが使ってる時にたまたま引かれたブラガとか、サタンとかで、ロボがイフリートがどこまで機能するかとか、そこら辺かなと思います。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。